え、なんで朝の10時に配信すんの？え、あれ明日って平日だよね。はい、え、なんで？構わないだろ。あなたが平日であっても誰かが休日かもしれないだろ。確かに。よろしくお願いします。お、負けました。もしかして船長が書き上がるまでさ、いるの、いてくれる感じなの？当たり前じゃん。お、なんて付き合いがいいんでしょうか。そら後輩っすからね。気持ち悪い。なんで？なんで？なんで気持ち悪いって言うんですか？ちょっと。今の声が気持ち悪かった。いや、私よろしくお願いします。なんかこの前すごいなんか、はい、なんかすごいうーって声出したら引かれたんだけど。え、キモーい。ねえ、やめて。聞きたくない、そんな音。聞きたくない？うん、聞きたくない。なんか俺らがいるしなみたいなテンション？あ、やんだ。イチャイプする？あれ、ディスコードっすよ。冷た。すっごい状態よ。どこから来たんすかそれ。なんで。じゃあさ、じゃあ聞くけどさ、シャメのことシャメって言うじゃん。いや、もう最近は言わないでしょ、カメラでしょ。はじゃあなんでメッセンジャーって言わないの、おかしくない？メッセンジャー？メッセンジャーってヤフーメッセンジャーのこと？そうだよ、ヤフーメッセンジャーのことだよ。ヤフーメッセンジャーな、そんなさ、ヤフーメッセンジャーで通話してたやつっていないから。じゃあなんでスカイプのことヤフーメッセンジャーって言わないんですか？む、はい、もう負けないから。やだやだやだ、はい、待って、まだ負けてない。本末転倒なんだよ。じゃあヤフーメッセンジャーの頃はまだヤフーメッセンジャーで通話するほどインターネットはね、強くなかったんだよ。その頃はまださ、そんなさ、インターネットってお金がさ、おまかんですね、おまかん。やだ。じゃあおまかんじゃない、みんなの環境でそうだったんだもん。みんながそう言ってる。それね、どこのみんな、インターネットのみんな。うざい、うざい、ソースを求め出してきた。うざすぎる。インターネットのみんなかな、それは。あ、うざい、もうインターネットのみんな。うん、嫌いになっちゃうよ、嫌いになっちゃう。いいの、嫌いになっちゃうよ。感情論で勝負だ。嫌いになっちゃうよ。女特有の。めんどくせえ女だな。感情で勝負だ。めんどくせえ女好きなんだよな。あ、え、私のこと好きってことは。うん、まあそうなんだけど。あよよ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 よ